皆さんこんにちは、星椎茸です。ドラゴンズドグマオンラインやっていきたいと思います。はい、それではね、今回挑戦するのはこちらグリッテントリデ攻防戦ですね。まあ以前にもやったことはあるんですけども、まあ、今回こちらの、まあ、レベル45、状況決死戦ですね。まあこれをやっていきます。これもね、前回かいつかわからないですけどちょっとやったんですけど、あのモゴックが最後に出てくるやつになります。まあそれをやるのと、まあ、普通にね、ハンターでいつも通り参加してても、まあ、面白くないので、まあ、今回はこれにね、まあ、ちょっとちらっと見えてるかもしれませんが、初めてね、ファイターで参加したいと思います。で、まあ、ファイターも最近まで全然使ってなかったんですけども、まあ、アビリティのために、ファイターを45まで強化しましたので、まあ、これで、まあ、ある程度ファイターの装備も多少ね、まあ、作りましたので、まあ、本職ファイターの人に比べると、まあ、心もとないところは多々あるとは思うんですけども、まあ、一応武器もね、トゥレイスリピーデスっていうのを、まあ、確か45武器の中クラスですかね。強がまあエント武器なので、まあ、それの1個下ぐらいの武器を作ったのと、ちょっと頭の方が間に合いませんでした。武器のね、防具の頭はちょっと間に合わなかったので、まあ、ずっと使い回ししてる41の頭と、で、ドーンプレートプラス2。この辺はね、胴と腕、足に関しては、ちゃんと45の、装備を作りました。まあ、なんか若干ゴールドがかっててかっこいいかなというふうに思ってます。で、ここの40の4の胴と足に関して、のウェアに関しては、まあ、これも使い回しですね。まあ、ここはもう拾い物でいいかなと。これは45になったところで、そんなにね、防御力が上がるわけでもないですので、まあ、これはここでいいかなというふうに妥協しております。それと、いつもね、この防具なんですけども、羽の生えたね、マントみたいなのを着てたかと思うんですけども、どれだっけ、これかな、ラプターマントってやつをね、いつもこれを着てたかと思うんですけども、正直この鎧にはちょっと合わないかなというのもありますし、まあ、これにしてるよりは、まあ、これも正直に防御とかだったら2ぐらいしか変わらないんですけども、まあ、こっちの方がスッとしてるし、下のね、アンダーウェアの方とも色合い的にも合ってるかなという感じもしましたので、まあ、今回はこれにしておきたいと思います。それとですね、盾もね、本当は作らなければならないんですけども、まあ、正直盾を作っている時間と素材がちょっと間に合いませんでしたので、盾はね、もう拾い物の36のキメラの紋章の盾を使っていきたいと思います。はい、こんな感じでございますと。それとですね、前、何回か前にですね、ストリートファイターとのコラボをしているって話があって、まあ、チュンリーと、竜とガイルのね、頭装備を見せたかと思うんですけども、まあ、まだ見せてなかったですね、エドモンド、ホンダとベガのね、頭をちょっと見ていきたいなというふうに思いますので、ちょっと頭表示の方を、どこだっけな。オンにしていきたいと思います。自分の頭表示をオンと。これですね。で、これでベガ様の頭を被ると、あ、なるほどね。男の人の場合はしっかりとガブッと被ってるんですけど、女の人の場合は結構可愛いですね。チョコ乗せ。いや、こいつ頭大きいんかな、逆に。ちょこっとね、乗せている感じで、なかなか可愛いんじゃないかというふうに思います。はい。それでは次は、エドモンド・ホンダの方はね、もう若干見えてるかと思うんですけども、まあ、こんな感じで。クマ取りのあるエドモンド・ホンダの装備と、頭もね、曲げの方になっているという感じですね。どっかに、これか。こっちの A の方にすると、A の方はね、1から装備できるやつなので、まあ、こんな感じで赤いクマ取りになっているというような感じになっております。はい。それではじゃあ今回は紹介ね、と、あ、スキルの方ですね。スキルの方が現状はですね、今、カスタムスキル。技の方は、トーガー昇山が6、天外斬りが7、炎月が6、直下突きが7というような感じになっているのと、まあ、アビリティの方が、草腕、スタミナが一定量以上の時、筋力が増加するが5、これなんて言うんですかね、強視ですかね。えぐり突き時の攻撃速度が上昇が5、公園は6ですね。腕力、しがみ突き攻撃時のスタミナ消費量が軽減、これが1、これシーカーのね、技に、アビリティになるんですけど、シーカーまだちょっと強化できてないので、これ1です。で、統制が体力が一定以上の時、筋力が増加。これも3。3でこれマックスですね。になっております。で、今度、
瓶動ですね。切り崩しの指動作が短縮され、より素早く剣を振り戻すできる。これが4になっています。あと2なので、というかファイターにどれをつけたらいいのかっていうのは正直わからないというところもあるので、まあ今回はこれにしていきたいと思います。ということですね。はい。それでは紹介の方はここまでにしておきたいと思います。はい。それではグランドミッションいきます。はい。それではグランドミッションやっていきたいと思います。今回はグリッテントリで攻防戦ですね。レベル45のモゴックがね、最後に出てくるやつをやっていきたいと思います。さあ、それでは、ランタン点灯と。はい、OK ですね。だいたいいつもね、ランタン点灯すんのを、忘れちゃうんでね。よし。あ、いった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 い。点灯ってどうやってやったらいいんだ？ちょっと待って、どこだ？やべ、敵が見つからん。どうだ？これか。よし。はい。で、グランドミッションはですね、今までほぼね、ハンターでやったんですけども、まぁ、今回、まぁ、ファイターもね、レベル45になり、まあ、武器はね、レベル45の中の武器ぐらいですかね。レベル45の中武器になったので、まあ、ちょっと行ってみようかなと思って、参加してみました。よいしょ。OK。揺さぶれた？違うな。あれどっちだ？まあ、揺さぶったんじゃないのかな。これなんか、ボスとかが2人いると、やばい。ボスが二人とね、なんか、HP とかの表示のゲージが、うまいこと表示されなくて、なかなかね、この赤いのとか、黄色いアイコンが出た時に、見極めるのが大変なんで、あれ？失敗した。よし。で、ダウン用に、まあ、直下突きと。はい、一人送って。よいしょ。ちょっと待って、あれ？なんか降りたぞ、今。はい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 。で、ファイターの対ボス戦の仕方っていうのは基本的にはあれなんだよね。やっぱりこう、ボスにしがみついて、顔とかで。よいしょ、OK、こんなもんかな。はい。ん？これはなんだ？どうしたらいいんだ？なんかわかんねえな、俺。ん？うん。さあ、ほんではこいつらをやりましょうか。オッケー、こんなもんか。はい、なかなか大変。ファイターを基本的にね、あんまりやってこなくて、で、まあ、アビリティを取るために今回ファイターを使って45まで上げてきたので、そんなにね、ファイターの操作性に慣れてない。なので、こういうオーク系とかと戦うときに、どうしたらいいのかっていうのは正直わからないんですよね。これ、どっちを攻撃するの？これ。よいしょ。これは、移ったらいいのか？オークとかね、戦うときにこう、飛びついて刺してればいいのか、全然地面で技出してればいいのか、いうのもよくわからないですし、これは、というか、よし、こんなもんでいけるね。ちょっと丸落ちたのにな。よし、これで OK ね。よいしょ、はい。
あ、嘘でしょ。危ない。あれ、ちょっと待って。よいしょ。おい。おい、オッケー。さあ、この炎月っていう技が、最初ね、レベル5を使った時は、めちゃくちゃ使いづらいと思ったんですけど、これはレベル5から6に上がると、まあ、攻撃回数が変わったりするんで、そのおかげで、だいぶ使いやすくなって、今はね、もうメインのダウン時の削る攻撃にはなったんですけども、前はね、この炎月、このぐるぐるっと回転するやつなんですけど、これが、まあ、ヒット数少ないし、なんかこう、動き回ってたんで、だいぶね、やりづらかったんですよね、それが。でもなんか、よし。レベル6になると、まあ、回転数が変わるのか、まあ、ヒット数も増えるし、ほとんどね、その場から動かないんで、だいぶ使いやすくなりましたね。まあ、ちょっと前に前進するぐらいですかね。よし、これで OK かな。で、お次は、ん？どうすんだ？次どこだ？はい。で、またあそこですね。強襲部隊をやりに行きましょう。よいしょ。うわ、しまった。スタミナ切れた。よし、危ない。やばいやばい。よし。こんなもんか。その周りが結構ダメージ食らってますね。ほんで、上ですね。上にエントがいるんで、エントをやりに行きましょうか。こっちじゃないね。メテオは飛んでる。メテオは飛んでる。これはもうダウン取ったの？早いね。はい。はい。はい。炎月、ありがとう。炎月、あれ炎月だっけ、炎天だっけ。うん、なかなかやっぱこれがいいですね。さあ、お次はどっちだ。次はどっちだ。強襲部隊が出るは、出ないんか、そこか。ゴーレムさん、ゴーレムさんですね。しがみつ、しがみつ。あれ？どこだ今。腕。よいしょ。はい。オッケー。どこだっけ？ナイス。次どこ？あー、なかなかあれやな。昔このね、ヘビ系、リザードマン系がすっごい嫌いだったんですけど、やっぱりファイターになるとだいぶやっぱりリザードマン系は戦いやすくなりますね。あのブルニュートは特に近づくとビリビリするんで、なかなかあれ苦手ですけどね、それでもやっぱり。よいしょ。おい、まだいるね。やっぱり尻尾をね、切らないとなかなか落としですね、こいつらは。まだいる？どんだけいんのこれ。
ここが切れん。よいしょ。オッケー、これでオッケーかな。はい。さあ次はどこだ。あっちか。向こうは何がいたかな。確かレベル40何ぼかのベーモットがウィッチがいたような気がしますね。おほら、もうあ、やっつけたのね。あそこはどこだ。あ、こいつだけか。これ地面いつまで燃えてんねん。長いな。おはい、オッケー。ゆするゆするゆする、しがみついてゆするゆする。やっぱりね、ゆするときはコアを吸っていきましょう。コアゆすると確か 1.5 倍ぐらいの効果はあるそうなので。よいしょ。場所が悪い。よし。で、ファイターはね、このダウン、特化好きって技が、結構ダメージを取るには、いいみたいですので、これ次は、どこだこれ。え？下か。はい。ダウン取るには直下突きがね、いいみたいです。フラ突きてるときにすれば、まあ一撃とは言わないですけども、何回かですかね。やれば、倒せるので、他の技を使うよりは、これの方がいいかなというふうに思います。お、怖い。届かんな。ファイターの弱点はね、やっぱりこういう浮いてる系のやつ弱いんですよね。一応こういう、対空中専用の、天外斬りっていう技をね、これ、こういうやつは持ってきてはいるんですけども、やばい。うわー、怖い。さあ、ではボス戦ですね。持ってきてはいるんですけどね、なかなかそれでも届かなかったりもするんで、うおう、メテオ。では、しがみついて、刺していきましょう。はい。離れる。ほい。あれ？これどこだ？ジェネラルは置いといて。じゃあ、猛獄ですね。こいつもね、どういう風に戦うのがいいのか、それがわからないですね。しがみついて、刺してれば、あー、これ食らうのか。スタミナがやばい。刺してればいいのか、普通にね。で、これで2、300ですよね。ダメージ的に。まあ、サリキックでも、そんなに変わらないですね。あ、これ揺すっても意味ないんだ。おぉ、見えねえ。どこだ？あ、モゴクランブが。モゴクはね、ちょっと上にあるんで、まあ、天外斬りはね、つけてこないとハンターでは厳しいかなというふうに思いますね。おい。とりあえず起こしましょう。はい。で、頑張って。どこだ？これか。モコクさん、これか。はい。じゃあ、お肉食べてと。お肉。よし。見えねえ、全然見えねえ。刺す。いっくらった。よいしょ。あんまりさ、そんなにダメージ入らない。やばい。ああ、これは離れやんとね。あら、食らっちゃうね、これ。
あーやべ、おー、オッケー、ナイスナイス、天外天外行くで、おい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 、お、来たね、スタミナ回復、オッケー、これでダウンだな、ミスか、お肉食べる、オッケー、ナイスです、お疲れ様でございました。はい、それではね、今回のグランドミッションはこの辺までにしておきたいと思います。よいしょ、立て直してほしかったな。はいはい、それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。